す。皆さんこんにちは。盛り上がってますか。ありがとうございます。それ僕の仕事なんですね、本当はね。いや、そんなことない。盛り上がってますね。はい、まあ、改めてご紹介させていただきます。加藤夏樹さんです。よろしくお願いします。さあ、夏樹ちゃんといえば、はい、この神戸コレクションの歴史の中で、はい、最多出場を誇る。そうなんですよ。もうコレの顔と、ありがとうございます。コレの顔ですね、もうね。いやいやいや、ありがとうございます。そんな夏樹ちゃんから、はい、今日は皆様に重大なご報告があるということです。そうなんです、はい、よろしくお願いします。はい、ご報告がありまして、今回も神戸コレクションは出演者として参加させていただいてるんですが、いつものようにラーメンを歩くことができなくて、昼もペタンコだし、ちょっと体型で、まさかと思ってる方いらっしゃるかと思いますが、うん、この度私のお腹の中に赤ちゃんがいるんです。おめでとうございます。ありがとうございます。そうですよね、はい、太ったわけじゃないですもんね。そう、太った新しい命が。そうなんです。いるわけですね。はい、神戸コレクションは本当長い間出させていただきまして、モデルとして私はもう右も左も分からない状態から、モデルの楽しさ、面白さ、美しくなる喜びを教えていただき、成長することができました。なるほど、ちょっと待ってください。スタートからもらい泣きはやめですよ、僕も、はい、すいません。まあでもいろんな思いがね、それで心にあるということですからね。はい、はい、でもそのステージでこういうふうにまだ誕生はしていませんが、はい、新しい命と一緒に立てたこと、本当に嬉しく思っております。はい、関係者、スタッフの皆様、本当にありがとうございます。いや、温かい拍手ですね。悲しいお話してるみたいになっちゃった。悲しくないです、めでたいことですからね。はい、でも、新しい風穴を開けましたよね。妊婦さんがこのステージ歩いたの初めてじゃないですか。そうですね、ね、はい、だからこれを機にね、マタニティのね、ステージができたりとか、ね、あったら嬉しいですね。でもね、ただなんかいつもみたいにこうかっこよく風を切って歩けなかったのが。そうですか。なんかわ、なんか恥ずかしい歩き方してるなと思いながらだったんですけど、はい、はい、出産は夏を予定しておりまして、はい、まあ、赤ちゃんが生まれましたらしばらくは育休に入るんですが、はい、それまではちょっとまあ、残りもう数ヶ月ですけど、はい、お仕事頑張っていきたいと思っておりますし、皆様にもまたこのステージに戻ってきますので、それまでは、はい、ぜひ温かく見守って待っていてくださると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。加藤夏樹さんでした。おめでとうございます。ありがとうございました。そして DDB も一緒に見ましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。またこのステージでお会いできることを楽しみにしてます。ありがとうございます。皆さん優しいですね。